日鉄パイプラインエンジニアリング株式会社は日鉄エンジニアリンググループの建設業者陸上パイプラインや水道施設の製作施行を行う大手鉄鋼メーカー日本製鉄傘下の建設業者日鉄エンジニアリングが出資する企業である日本国内における石油ガス等輸送用の陸上パイプラインや上水道工業用水道 農業用水道などの水道施設の設計、製作、施工、製鉄、科学、環境、その他のプラント類の製作、据え付け及び補修工事を行うエンジニアリング会社。前身である住友金属パイプレンジ株式会社は、1962年住金交換工事として設立。2005年住友金属工業の エネルギーエンジニアリング部門との事業統合を行い、住友金属、パイプエンジンとして発足。もう一方の前身である、日鉄パイプライン株式会社は、1971年、日鉄海洋工事として設立。設立当初は、石油、ガス等の海洋工事が主体であったが、1987年に、業務主体を陸上配管建設に転換。 2007年新日鉄エンジニアリングのパイプライン事業を承継し、日鉄パイプラインとして発足。2012年10月1日、新日本製鉄と住友金属工業の経営統合により、日鉄パイプラインと住友金属パイプエンジとが経営統合。新日鉄住金エンジニアリングを親会社とする日鉄住金パイプライン エンジニアリング株式会社として発足。2019年4月1日、日鉄パイプラインエンジニアリング株式会社に、社名変更。本社は、親会社の日鉄エンジニアリングと同じく、東京都品川区大崎一丁目にある。全市住友金属、パイプエンジン日鉄パイプライン企業統合関連、日鉄住金 P&E 発足後本社、支社事業部、 支店営業所等、住友金属パイプエンジン、秋山和則2005年10月1日就任、柴田敏郎2007年6月21日就任、野村周伊佐夫2011年6月23日、就任。日鉄パイプライン大田恵美2007年4月1日、就任、平林則之ゆき2008年6月27日、就任。 小野元和が2011年4月1日就任、日鉄住金 P&E 小野元和が2012年10月、就任、浅井武史2014年4月就任元内、都市文2017年4月就任主な営業品目、日鉄住金 P&E は、エネルギーパイプライン事業、水道パイプライン事業、配管プラント事業を3つの柱とし、 幅広いフィールドのニーズに対応いたします企業、理念行動指針品質方針を主もな、思考実績天然ガスエコステーション建設工事における独占禁止法違反ガス道管工事における独占禁止法違反。ありがとうございます。